タッフさんみんな優しくて、なんかとてもやりやすかったです。歌を歌うところがあって、そこが音程がすごい難しくて、ちょっと不安だったり緊張気味でした。CM の中にできたっていうシーンがあるんですけど、そこをより元気よくするために大きな声を出したり、ものすごい笑顔で言ったりするのを工夫しました。学校の宿題を丁寧にその学習している、例えば漢字とかは時間がかかっても漢字をすごい字を丁寧に書くし、なんか間違ってるところがないか見直ししたりするのを心がけています。テストの中でも見直しとかはちゃんとした方がミスとかも少なくなるから、そういう習慣をつけておくとテストでもなんか見直しを忘れないから、見直しは習慣にしています。学校で英語のテストがあるんですけど、1年生とか2年生とかはハテナマークを忘れたりピリオドを忘れたりしてたんですけど、クモンを始めたら英語のテストが100点になったり、あとクモンを作っている人はクモン徹さんっていうことが学習の中で分かったことです。 The founder of Kumon。 英語はいつも100点です。クモンの勉強してたら100点になってきて、クモンすごいです。 OK Yes. Are you ready? OK OKLet's go. Let's go. どんな役でも、私と性格が似たような役でも、似てないような役でも挑戦してみたいし、ホラーな映画とかポップな映画、幽霊でも出てみたいし、なんか探偵みたいな、何かを発見するっていうか解決するみたいな、出てみたい。で、探偵になりたいです。本番、よ、スタート。まずは静かなとこ、誰もいない無音のところで一人でボソボソって喋りながら覚えて、でなんとなく頭の中に入ったらお母さんと確認しながら練習しています。最初はなんか最初からお母さんとやってたりしてたんですけど、演技を先にしちゃってセリフがあまり覚えられなくなっちゃってたんですよ。だから先に自分で覚えて、そっから演技指導をお母さんにやってもらうっていう感じでしています。習字とかは基礎があって、なんか止め跳ね払いとか基礎を一生懸命練習して、そしたらなんかいろいろな字も書けるようになるから、行書とか難しい字とかもできるようになったら嬉しいなって思います。縄跳びは高くジャンプをすることが大事だと思って、なるべく高くジャンプしたら二重跳びもできるようになったから、基礎は大事なのかなって。最初は習字もお姉ちゃんよりもうまく書けなくて悔しくって、私もこれぐらいうまくなりたいって思って、縦線横線とかもなんか綺麗に書いてたらどんどん成長していって、それでどんどん習字とか縄跳びとかが下手だった時より好きになって、だから基礎を覚えたら好きになるし上手くなるっていうことが分かりました。クモンの CM をご覧の皆さん、はじめまして、城山ノアです。今回の CM は基礎学力の大逆襲をテーマに、基礎学力の大切さを伝える CM になっています。CM に初めて挑戦した様子やワクワクドキドキするようなところが見どころです。皆さんもクモンで基礎学力を身につけましょう。 Let's try!